千葉ちゃんの競馬人生。どうも、千葉ちゃんの競馬人生、千葉ちゃんです。さあ、今日も納豆を食べて当てていきたいと思います。昨日最終的に1万円ぐらい増えたんで、今22,400円入ってます。で、これとは別でもう5000円入れて副賞転がしやって少しでも資金を増やしたいと思います。ちなみにこの副賞転がしは日本ダービー大勝負資金からじゃなくて、僕の普通の生活費から買って少しでも増やせるように頑張ります。勝ちます、頑張ります。よし、副賞転がし一発目、オーケー、コースタート。そして先頭、これは大丈夫でしょう。当てていこう。頼むよ。ドリームアジェンダ福永、いや、これは大丈夫じゃない？ 1 番人気隣にいるし、13は人気ない。ドリームアジェンダ、ドリームアジェンダ、ドリームアジェンダ、あれ13にかわされる。あ、やばい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 、12にかわされるよこれ。やばい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 、やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、やばいやばい。あー、もういいわ、かわされる、かわされる。もう副賞やんない、もう副賞やんない、副賞やんない、もうやんない副賞。もうほっとやだ、副賞、副賞ほっとやだ、ほっと副賞やだ。ディープグラビティデムーロ、行くよディープグラビティデムーロ、頼むよディープグラビティデムーロ。オッケーオッケーオッケー、イーチオクトニオン、いいよ、たけしたけしカズオ、今日もたけしとカズオですよ。今日はただ相手だけはね、パーティーベル結構後ろ、うん、パーティーベルは伸びてくる。ディープグラビティデムーロ、めちゃめちゃいいよディープグラビティ、いや、こりゃいいよ、これはいいよディープグラビティ、ディープグラビティ外からデムーロ、デムーロ、ディープグラビティデムーロが来た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 、デムーロ来た、相手相手がいない、やばい、6か10、じゃあ6か5、あー6打ちから来てるけど、いやジオグリフありがとう、資金じゃない、もう普通に自分の生活費から5000円使ってウィン5買わせてくれ。買います、ウィン5、ウィン5買わない日曜日なんてありえない、買う。ウィン1、13579、奇数人気までいいよ、ここはもうウィン1で終わったら本当頭に血が上りすぎるから、13579、硬くていい、カジュフェイス頼む、13579、9、あらった、すごい後ろにいる、13579、デミルズマーブルでいい、マジでデミルズマーブルでいい、カジュフェイス、いけいけ、みゆき、カジュフェイス、
カジュフェイスみゆき行け、カジュフェイスみゆき13579、3が一番でかいよ。カジュフェイスみゆき、奇数奇数13579、奇数だけ伸びてこい。ちょっと待って、やだ10、あ、やだ、待って、やばいやばい、奇数が全然いない、奇数が全然いない、おい、偶数しか前にいない、前にいると全部偶数、2と10と4と6と、ふざけんなぜ、なんでこんなにも奇数がいない、嘘だー、嘘だろ。3番グリーンバイト、フライライクバード、7番ゴスリだ、フライライクバード、激しい競り合いだ、フライライクバード、フライライクバード、ゴスリだ、フライライクバード、さあどうか、フライライクバードだな、9番バイスペシオール、6番フライライクバード、7番ちょキングエルメス酒井、キングエルメス酒井流星、キングエルメス、ジャングローが行かない、キングエルメスが戦闘か、投手箱に譲るか、キングエルメス頼む、キングエルメス残して、酒井残してくれ、頼むぞキングエルメス、セリフォスもいいとこ、ダスリアはいいとこいんな、キングエルメスあるよこれ、キングエルメスあるよこれ、キングエルメス流星あるよ、キングエルメス、キングエルメス酒井、キングエルメス、キングエルメス突き抜けてこい、キングエルメス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 、流星、酒井、キングエルメス、キングエルメス、いける、キングエルメス、いける、キングエルメス、ダノンが来た、キングエルメス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 、ワイド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 、さあ、ちょっと広がったが、今パテンどおりよか、いやー、インスタだろ、スコピオン、情けの、さあ、ちょっと離れたが、体勢はどっちだ、唯一切った、人気まで情けなぁ、いただきます。キングエルメス頑張ってくれたよ、ベストな走りはしてくれた、まあダノンスコーピオン前走から上積みないと思ったけど、結果的に前走も全然仕上がりきってはいなかったってことか、完敗でした、ダノン勝ってないし、知らない馬3着来るし、ドレフォンサンクすげえな、ごちそうさまです、 NHK マイルの反省します、ダメだ、川北レブリーの過去の走り何回見てもなんで来たのかさっぱりわからん、ダノンとマテンロオリオンのもう二頭軸マルチで相手総流しとか、もうそうやってなんか大穴狙いの買い方しないと、まあなわけわからん、な全然いい意味がわからん、川北レブリーが来た理由が説明できる人いんのかな、川北レブリー取れた人マジでおめでとうございます、最強すぎる、すごすぎる、おめでとうございます、それでは本日もご視聴ありがとうございました。